兵庫県立兵庫工業高等学校は兵庫県神戸市兵庫区は田宮通り2丁目にある県立工業高等学校。略称は県校。また、本校は定時制高校である県立神戸工業高校と校舎を共有している。1年次に定員の50%を愛軍と通軍のくくり募集。残りの50%は各専門学科の推薦募集。2年次に くくり募集入学生とは専科を経て、専門学科に分かれる。7学科8クラス編成。平成28年度入学生から推薦募集が変わり、くくり募集から各学科募集となった。2020年度より、学科改編により、電子工学科が募集停止になり7学科の募集となる。コンピュータメカトロニクスネットワーク技術について、基本的な知識を習得し、 これらをシステムとして構築できる能力を養うと、共に IoT 開発に必要な知識を持ち幅広いフィールドで活躍するエンジニアを育成する。情報技術科ではハードウェアソフトウェアの連携を重視し、活用する力、開発する力、保守をする力の育成に努めている。ネットワークシステムの構築、組み込みシステムのプログラミングや、 メカトロニクスメンテナンスについても学習する。実習、実験等の体験的な学習を通して基礎の定着とスマートフォンのアプリケーション開発等の応用技術の習得を目指す。通信技術や電気基礎等、電子回路等の情報系の科目以外も選択できる。見学の精神誠実勤勉であれ、根性の持ち主であれ常に、迷路を活発であれ、昭和時代に、 軟式野球部や総合演劇部が平成年度当初にバレーボール部、ボクシング部が全国大会に出場したことがある。最近では空手道部に全国大会の出場実績がある。建築家は建築設計競技において全国の競合校である。ありがとうございます。